はい、こんにちは。今日も YouTube ライブを、やりたいと思いますが。今日はね、何日かというと、今日は2021年の11月の16日火曜日。こういう日です。もう、今年も、1ヶ月半で終わりと、こういうふうに、なったんだけど、日にちが過ぎるということは、悪いことではないわな、それはな。これ、日にちが過ぎんとかさ、年取らんとかさ、いつまでも若いなんていうのは、どうもパッと、ちょっと自分はね、あんまり好きじゃないの。なんかね、よくね、若い人、若いっていうか20代とかさ、そういうあたりの人を見てさ、わあいいなとかさ、私もそういう年に戻りたいとかさ、そういう人おるよな、時々な、時々。自分はそんなこと一度も考えたことないね。
そんなね、もうあんなめんどくさいことやらないやつって。そんなもう今から20に戻してやるって言ったって、それはもうちょっと、ごめんってもういいです。まあ、今でなら、今ね、そうそう、もうすぐ73歳なんだけどさ、20に戻してやるって言ってもね、もう断ります、私は。もうめんどくさいでもいい、もうやめます。そんな大変なことはね、やりたくない。まあ、今のままでいいです。まあ、来年の1月の半ばだな。1月の半ばで73になるんだけどさ。だから今、まあ今11月の16日でしょ ?12 月の16日。だからまあ2ヶ月だ。あと2ヶ月で73とこういうことになったわけだな。でまあじゃあお前73まで何やっとったんだって言ってね、言われてもね、じゃあこれやってましたっていうようなもんじゃないな。なんか知らんけど、まあ、年月が、経過した、年月経過したということで、まあね、でまあ、なんていうかな、まあ、自分がいつも言うんだけど、8人兄弟の一番下なんだね。だから一番上言うよ。一番上はね、水江っていう名前なんだ。姉さんだから、ね、自分の姉さん。水江、よしこ、忠国、森種、のりこと言ってある。で、その後、友里。で、自分なんだ。だからまあ、あ、違う違う。京子っていうのがどっかにおる。京子っていうのがいたんだけど、なんかどうも5歳ぐらいで死んだらしくてね。まあ自分は見てないけど、もちろん見てないんだけど、いたらしいんだ。だから合計で8人なんだけど、その一番下が自分なんだね。で、まあ、8人おるんだけど、兄弟は8人いたっていうかな。まあ、亡くなったのもおるんだけど、だからね。まあ、それで、まあ、老人施設に入ったまんまでさ、まあ、今コロナでさ、行っても会えれんわけだわ。姉さんね。だけど、会えたにしても、もう誰だかわからないんだよ。老人施設中とかあれ、あんま入らんほうがいいで。なんでかというとね、もう毎日毎日、ただ生きとるだけみたいな感じだから、忘れちゃうんだ、いろいろ。必要がないもんで、思い出さなくていいもんで、忘れちゃう。だからね、痴呆症がもう進行しちゃうのよ。だから多分そうだと思う。それで、まあそういうような姉さんね。で、男はね、どっちかというと早く死ぬじゃん。統計でもさ、大体男は5歳ぐらい早く死ぬ。それは平均だからね。平均だからもっと早く死ぬのもおるわけじゃん。だから、まあそういうことでね。まあ、今兄弟でね、まあ、話ができるっていうのはね、7歳年上のね姉さんだけなんだ。まあ、あとはね8人兄弟がおるというものの話ができるのは1人だ。1人っていうか、まあ、その姉さんと自分が会ってね、時々、まあそうだな、2ヶ月に1回ぐらいかな、名古屋に来るんだわ。病院にね、病院のなんか定期検査みたいなので岐阜県の山奥から一日がかりで、本当に一日がかりで、まあ、朝ね、暗いうちから出るんだろうな、今だと多分。で、乗り継いでね、で、名古屋の病院に行って、で、まあ、ちょっと見てもらってね。それでまた戻るんだけど、その途中で、JR の春日井の駅っていうのがあるわけ。まあ、ここ、愛知県の春日井なんだけど、春日井の、まあ、大体真ん中辺に、JR の春日井の駅っていうあって、でそこの駅にの1階にフランスのね、あれなんとか言ったら名前、パン屋さんとかケーキ屋さんみたいな、パン屋さんだな、パン屋さんみたいな店があるの。どこにでもあるんだけど、JR の駅にはそういうパン屋さんがあるの。なんとかフランスとか一般で、そこでコーヒーを飲みながら、でパンかなんか、パン一つぐらい買ってきて、で、それ食べながら喋るんだよ。それ2ヶ月に1回ぐらいで、まあ、来るもん。名古屋に病院に来るから連絡が来るんだわ。
何月何日に病院行くって言って。で、まあ最初はピューと名古屋まで行っちゃってさ。で、病院に行って、まあすぐ終わるんだけど、ほんで帰ってく途中に春日井の駅で降りるわけ。で、降りたところに、その、なんとかフランスっていう、まあ、パン屋さんがあるんで、そこに座ってこういうのでしばらく喋って、いや、まあこれでな、お互いに向こうは80円で、こっちは72だ。まあ、79かな。まあよくわからんけど、そんで、まあ7歳年が離れて、それでこれが最後かもしれない。会ってさ、会って話ができるのもこれが最後かもしれんな、みたいな感じで別れるわけだわ。まあ、今んとこね、いいけどね。うん、まあ、それで今度、で、そのね、岐阜県の山奥の恵那市っていうところの、その山奥でね、もうとにかく土地はものすごいあるわけ、山奥で。人口減っとるからね。人口減っとるんだけど、要は人がおらんわけだ。じいさんばあさんばっかり。で、土地があるから、ちょちょってやれば、野菜ができるわけだもん。畑でね。で、その、姉さんがね、野菜をいっぱい作ってるんだよ。大根とかさ、大根とか、里芋とかさ、それから、白菜とか、ネギとかさ、なんだった？ネギ、じゃがいもとかさ、そういうものいっぱい作ってるんだよ。でね、見た感じ、これ誰が食べる、ね、誰が食べるんですかっていうぐらい作るんだろう。もう要するにね、一つ作っても、ね、一列作ったって一緒なんだからさ、野菜なんちゅうのは、その手間変わらんだ、あんまり。で、機械でガーッとね、旦那さんがいてね、あれ、いくつぐらい年上だったかな。ちょっと年上だわ。で、機械があって、ちっちゃいやつね、小さいエンジンの機械がやってくれるんだ、旦那さんがね。で、やってくれた後に、その自分の姉さんが野菜を作るんだよね。それでね、いっぱい作ったんだ。それでね、取りに来るって、要するにその岐阜県のね、ここからね、まあ2時間半ぐらいかかるかな。2時間ぐらい車で行ったところなんだけど、取りに来れば野菜やるから来ないかっていうことをよく言うんだ。それで、まあ自分が一人で行ってもいいんだけどさ、一人で行ったって全然面白くない。面白くちゅうか。まあね、行っていいよ。行ってもいいんだけど、それでね、名古屋のね、知っとる人のマッサンって人、マッサンって75歳の人がおるんだな。それでね、その人にね、おやすちょっと野菜もらいいかんかって言ったらね、2時間、まあ名古屋だと2時間半ぐらいかかるな。で行って、それで途中なんかちょっと観光地みたいなところあるな。ある、まあ、どこだからそんなにたくさん寄れんけどね。そこに寄って、でちょっと見てね。で今度は、その、自分の姉さんのとこ行って、でご飯食べさせてもらって、まあなんか作ってあるんだ。まあ、大したもんじゃないんだけど、まああるもんを用意しとくっていうからね。で作ってもらって、食べて。で、その家の裏ね、家の裏って言ったら結構高いよ。こういう崖みたいなところに家が建ってるから、こう斜面ね、そこを削って家が建ってるわけです。で、その上にね、畑があるんだ。で、そこに野菜がダーッとね、もうとにかく作ってあるわ。で、そこでもう自分でね、段ボール持ってく、今度は段ボール持ってくんだけど、段ボールも3つぐらい持ってさ、しっかり持ってくる。で、まあ、段ボールどういうやつか言うとね、こういう段、まあ普通の段ボールだけどさ、こういうやつ持ってってさ、それでその、泥のついたような野菜なんだけど、それをパッパッパッ入れてね、で、車に連れて持って帰ってくる。それやろうと思って。で、まあ、自分はここに帰ってくると、まあ、その辺の人に、この近所の人とかさ、配るわけ。野菜をね。うん、あれ、くるくる回ってないけど、大丈夫でしょ。で、マッサンはね、息子夫婦とね、娘夫婦がおるもんで、名古屋にね、ちょっと離れてるけど、そこにね、
あの持っててやるね、持っててやるっていうかね、玄関にポンと置いておく。そうすると食べるらしい。で、まあそういうことで今度またね行こうかって、この間行ったんだよ。この間行ったんだけど、もう一回行こうかということで、野菜があるもん。いや、この前行った時に見たらさ、またすっごいたくさんあったんだ、畑に。だからね、また行こうかと。こういうことでね、もう日にち決まってるんだけど、朝7時にね、朝7時に、マッサンを迎えに行って、で、乗せて、で、それからもうビューっと向こうに行って、途中ね、なんか、山に洞窟があるってちょっとよく知らんけどね、見て行ったことないね。洞窟があって、その中に入れるっていう、なんか仏像があるみたいな、そういうところあるらしいもんで、そこに寄って、それから行こうかということで、で、この間ね、自分の姉さんに電話した時にね、そういうところに、そういう、なんか洞窟みたいなところがあってね、それでまあそこに寄ってこうかって言ってるんだけどって言ったら、あるよって言ったら、私はもう何べん見たことあるとか言ってたんで、あることは間違いない。ほんで、まあそんなに行く道から離れてないからね、行く道路ね、矢作川って川がある。矢作川って結構大きな川ね。そこの道なんだけど、そこからちょっと入ったとこが、その、なんか洞窟があるっていうんだ。まあ、行ったことないけど。今度初めて行くんだけど、まあそういうことで、それはそれでいいんだけど、で、なんだった。そうそうそう。で、8人兄弟がおっても、話ができるのは、一人しかいない。こういうことなの。まあいい。それでまあ、年だからね。年っていうか、まあね、向こうは79か80で、こっちは72だから、もうすぐ73。まあそんな風だったからさ、まあそうなるわな、きっとでね。誰でも別に、それは珍しいことではないんだけど、まあそういうことで、でね、今日は疲れたの。で、なんで、その理由、疲れた理由というのがね、これな。露店のニュースね、露店片付けニュースっていうのを1ヶ月1回作っとるんだ。編集してるわけで、ね、新聞を作ってるわけね。で、このナンバーの9号って、これ編集して、これをね、今日ね、仕上げてね、印刷したんだ。1枚だけ印刷ね、あれ、インターネットカフェの開発クラブっていうところがここにあるんだけど、そこ行ってね、それでその、コピーの機械で印刷したんだ。で、まあ、毎月発行しとるんだけど、それはね。でね、これがね、こいつが5号だ。これが5号。だから5が出て、6が出て、7が出て、8が出て、今回9が出たと。こういうことなの、ね。で、まあ、大体、こんな感じでさ、写真つけて文章。写真つけて文章なんだけど、それが作ったもんで、まあ、A3 ね。A3 だったか。そうそう、A3 の片面ね。それで、で、コンビニでコピーするんだけど、そのコピーは10円なんだ、1枚な。で、今日とりあえず20枚コピーしてね、もう、その辺の人に配った。この近所の人に配ってきた。まあ、4ドルは多分、あれね、割とみんな読むんだよ、真剣に。なんでかっていうとね、自分の知ってる人が出るでしょ。ね、新聞もらっても自分の知ってる人が出てるとさ、読むじゃん、みんな。だからね。で、それで、まあ、いろんな1ヶ月の出来事がね、1ヶ月の出来事がその新聞に書いてある。自分のだよ。自分の1ヶ月の出来事が、その1枚の新聞に出てくるわけで。だから、それ読むと、あの人はこういうことやで、やっとるのかってことがわかる。ということになってる。うん。これでね、で、それはね、もともとはね、カラーなの。もともとの新聞はカラーの印刷なんだ。うん。でね、カラーなんだけど、コンビニでコピーするときは白黒で、コピーするわけね。高い、カラーは高いでね。50円ぐらいするでしょ。それで、1枚10円でコピーするんだけど、最近、今日気がついたの、今日っていうか、今日気がついたんだけど、LINE で連絡できる人おるわよ。LINE とかさ、それから、なんだったメッセンジャーだったかな。Facebook の、
メッセンジャーとかね、LINE で連絡できる人は、その写真、これでね、その写真を、新聞の写真を撮るわけ、1枚。あの、A3 で、左と右を1枚ずつ撮るわけですよ。2枚になるんだけど。で、その写真を LINE で2枚で送るわけ。1枚目、もう半分という2枚で送る。そうするとね、読めるんだ。あの、こうね、ビューッと大きくすると読め、あ、ちょっと待って、船山さんが来てくれて、こんばんは、お疲れ様でした。よろしくお願いします。来てくれて。船山さん、北海道のね、あの、結構街の中に住んでるみたいで、あの、知らんけど、まあ、どこでも、どっかわからんけどね。それでね、その、おい、船山さんにも送ったよ、多分送ったと思う。今日、送ってないかな。まあ、それでね、まあ、分かってる人にはみんな送ってる。だからね、多分ね、50人ぐらいに送ったんだ。だから、怒ってる人もおるかもしれない。怒ってる人、こんなもん勝手に送りつけてきやがって言って、怒ってる人もおるかもしれんけどね、あの、なんでいいかっていうとね、カラーで送れるわけ。その、メッセンジャーとか、それからあの、LINE で送るとね、カラーで送れるわけじゃん。ところがね、コンビニでコピーして、こう手渡すのね。こういう感じで、はい、これ今月のあの、ニュースですって言って渡すっていう。これ白黒なんだ。で、いいよ、それは紙だからいいんだけど、カラーで送れるというのは魅力なんだ。ただね、その、どっかの家のポスターにポッと入れる、留守の間にね、通りかかって入れるとするじゃん。と、その紙だから、そこの家の人はみんなが見れるわけじゃん。あの、まあ、パパも見れるし、ママも見れるし、それから、中学の息子も見れるし、高校の娘も見ますよ、みたいな方。そういうことになるわけです。で、そういう点は、またその、紙はいいわけ。なので、いろいろ、いい点と悪い点があるんだけどさ。まあ、とりあえず今日は、連絡取れる人のところには、もう勝手に送りつけました。LINE とね、それからメッセンジャーでね、送れるところには、もうほとんど、いや、この人は多分怒るだろうなっていう人は、あの、送ってないよ。だけども、バッ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 、でも簡単だからさ、送ったの。まあ、で、まあ、それはいいんだけど、そういうことで今日ニュースを作ったもんで、いささか疲れたとこ言って、まあ、疲れたっちゅうより、まあ、まあ、1ヶ月1回だからさ、まあ、がっくり来たっちゅうから、そういうとこだな。うん、それで、その、まあ、昨日の夜ね、だいたい8割ぐらいできとったんだけど、で、今日の朝ね、ここ、武蔵の森コーヒー店っていうとこがあってね、ここから歩いて10分ぐらいのとこだけどね、この、レストランなんだけどね。で、これはスカイラークグループっていう会社なんだわ。この武蔵の森コーヒー店というのは、このスカイラークグループっていう会社の、あ、ちょっと待って。船山さん、私も受け取りました。そうでしょ。読めた？メッセンジャーだからね、もしかしたら読めんかもしれん。LINE は読めるの。読んだって返事来てるからね。メッセンジャーちょっとよくわからん。拡大できるかどうかわからん。で、この武蔵野森コーヒー店で、このニュースをね、編集したわけじゃん。コーヒー飲みながら。まあ、インターネットを使ってね。そこ電気が100ボルトあるから、ここでやったんだけど、その、このスカイラークグループっていうのはね、結構大きい会社なんだよ。従業員が5万人ぐらいおるらしいね、まあ、全部合わせてね。だから大きな会社なんだけど、その、食、あの、レストランとかね、そういうその外食産業で言うと、マクドナルドの次に大きいらしいんだ。時価総額で、株式のね、時価総額で言うと、マクドナルドの次ってのが大きいわけ、うん。大きい。結構、でかい会社なんだ。ほんでね、東京のね、三鷹っていうところにね、本社がある。
で、この間ね、まあこの間ってだって3年ぐらい前だけど、探しに行ったんだ。ちょっと見たいなと思って。だけど見つからなかった。見つからずに帰ってきた。それで、そのスカイ、このスカイラークの、あの会社のスカイラークグループの社長っていうのはね、谷これ、マサールだったかな。谷マサールっていう社長さんなんだ。あのインターネットで調べたら、谷マサールさん。それでね、あの店の中でさ、あのコーヒー注文したんだよ。それでその注文した女の人、まあ、見た感じ25か27ぐらいの女の人だったんだけど、その谷勝さんって知っとるかって聞いたら知らんって言う。だから聞いたことないって言って谷勝さんって。で帰る時にレジでね、店員も知らんって言って、でレジね、レジでお金払うわけじゃない。出てく時に400いくらだろ、コーヒーがね。でそのレジの人にも聞いたんだよ。谷勝さんって知りませんかって。知りません、聞いたことないですっていう。大体そういうもん。大体そういう感じなんだ。うん、で、いいんだけど、そんなことは別にいいんだけど、で、ニュースを、作ったニュースを LINE で送る、メッセンジャーで送るという両方なんだけど、安い。郵送でやるとお金かかるでしょ、郵送代って。ところが、LINE で送ったらね、ただやる、うん。で、しかもカラーで送れると、こういうことは、うん。で、まあ、いいか悪いか別にして、で、北海道のね、船山さんとこにも、ちゃんと、パッと届くわけじゃん。だから、そういうね、文明の利器はね、やっぱり使った方がいいでしょ。うん、まあそういうことで、今日はまあ、ニュース作ったでさ、いささか疲れたんだ。うん、だからまあ、こんなとこで終わろうか。あんまりだらだら長くやるとさ、嫌われる。うん、まあ早く終わった方がいいでしょ。うん、それで、まあ、いいんじゃないかと思うんだけど、ちょっと待ってね。それで、じゃあまあ、あれ、長渕剛で歌って終わりますわ。はい、コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたいとそう願った。裏腹の心たちに見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。知ったいくらいに憧れた花の都だ、きっと恋捨てらな、ボストンだ、北へと向かった。伏せられた正直さが今頃になってだけ胸にしみる。あんた幸せの遠くへこの声、お前は俺どこへ飛んでゆく。幸せの音符だ、ほら舌を出して笑う。
21日に岐阜県の岐阜市の隣の水穂市というところの、プラントロックっていうね、大きなスーパーで、フリーマーケットに店出す、申し込んであるわけ。でね、この間ね、ここで歌ったらダメなのかって聞いたらね、それは隣近所の店から苦情が出るで、それはまあちょっとダメですとか言って、だけど絶対ダメって感じじゃないんだ。いや、それはちょっと苦情が出ると困るからね、みたいなことを言ってたんだ。でね、今度まあ一応ギターと、それからアンプとバッテリーだわな。持ってって、マイクスタンドとか持ってってね、一応やってみようと思ってやってみようって、そのフリーマーケットでもう物を売るんだよ、もともとは物を売るんだけど、まあ、そこでこのギター持っててさ、まあね、やるで、隣近所の店ね、隣近所でギター持っててさ、こうやって盗む曲やりますよろしくお願いします、隣近所にどうせね遊び半分でみんな来とるんだよ、ね、フリーマーケットって本当そういうふうに行楽的と。で、ギター持ってて、すいません、ちょっと今から一曲やりますねって。で、次の店行って、すいません、今から一曲やります。で、こちら反対に向けて、今から一曲やりますね、すいません、一曲やりますね、すいませんって言っときゃいいじゃん。気分がいいでしょ。いきなりやるよりも一応言ったんだからさ。そう言って、言っといて、で、まあ、やるね、やればいいわけじゃん。苦情が来ると困る。隣近所の店から苦情来ると困るっちゅうたかな。だからみんなに、いいです、すいません、お願いします、よろしくお願いします、一曲で終わりますみたいなこと言っといて、悲しみに出会うたび、会う人を思い出す、そんな時そばにいて肩を抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しい。で、今度まだ1時間ぐらいしたら、すいません、一曲歌いますって、隣近所の店回ってさ、ギター持ってさ、すいません、一曲やらせてもらっていただきます、夜間シーンでちょっと音をしますけど、よろしくお願いします。で、隣にいて、すいません、一曲やらせてもらいますって。で、中にはね、おるんだ、お前。で、どんどんやれよって言って、どんどんやれゃいいんだよって、別に何もみんな嫌なって言ってる、やれゃいいんだよ。その音が出とったら面白いじゃないか、みたいな言う人もおる、中には。だでね、今度ちょっと21日ちょっとやろうと思ってまあやめてくれと主催者からさ、もうあんた次から来ないでくれって次から来ないでくれって言われるかもしれない。まあそれはそれでいいけどさ、よし、それじゃあまあそういうことで、また明日皆さん来てください、お願いします。